林奮市は、中華人民共和国山西省南部、川川下流域にある地球市。川川が貫く林奮盆地に位置し、市の西側の先制省との境には、黄河が流れる。古省は、行と。伝説上、行の故郷とされる。林奮は花夏文化の発祥の地とされ、帝王世紀によれば行が都の城を設けた平洋が、現在の林奮にあたるとされる。 またうによる九州設置の際には、紀州が設置された。春秋時代は進むが国都を置き統治し、戦国時代に進むが藩、蝶、義に分裂すると藩が平洋に都の城を設け、林墳を統治していた。清による中国統一が達成されると、軍県制が施行され、林墳は加藤軍が設置され、元代まで継承された。 三国時代には247年に、義により、平陽圏が設置されている。その後も、中原地区の要所としての地性的価値が高く前、朝を建国した龍園は309年にこの地に、遷としている。北魏による支配下では、進むの故障である党の名称が、襲名に採用された時期もあったが、随代になると583年に、 林奮軍が設置されこの名称が現在まで継承されることとなった。解放後の1948年2月、新南区として行政改編を受け、その後林奮戦区、新南戦区、林奮戦区と行政の変遷があった。1978年に林奮行政交渉が成立、1983年には林奮市が成立し、 さらに2000年11月1日に地球史に昇格し、現在に至っている。一かつく、に研究し、14件を統括する。つぼ幕府の近くの山にある三生林粉の看板基地圏のつぼ幕府ばくふ線く進む南地区林粉地区、林粉市林粉には960億トンという豊富な石炭埋蔵量が確認され、大安市を中心に、 炭鉱開発が進められている。また鉄鉱石や石鉱なども産出されているが、これら工業の発達に伴い2007年には、ブラックスミス研究所による世界の十大汚染地域に指定されるなど深刻な環境問題を引き起こしている。鉄物寺、行病、行寮竜湖祠高度病西部の基地圏には、甲賀本流にできた最大級の滝である坪口幕府がある。 ありがとうございます。